伊豆染料、マエサジャポニカは、ヤブコウジカとされていた低木で、多数の白い実をつける。常緑性の低木。枝はよく伸びるが往々に倒れ不し、全体の高さは1メートル程度になる。枝は、分子を出すことが少なく、若い枝は緑色で毛などはなく、表面にまばらに皮目がある。葉は五生し、能力色で光沢を持ち、長楕円型から楕円形。 時に長大円状と欄型になり、先端は突き出して尖り、基部は次第に狭まるか、緩やかに狭まり、時に円形になって傭兵に続く。傭心の大きさは長さ5から17センチメートル、幅2から5センチメートル、傭兵は長さ1から1.5センチメートル。傭心は裏表ともに無毛で、円は低くて荒い巨子が間を空けてある。側脈顎から八体。 先端は分子して巨子に入る。葉の感じは、菓子類にも似る。花は4から6月に開花する。私有一種である。花女は相乗か塩水状をなし、溶液に出る。花女の長さは1から2センチメートルほど。小花柄は、長さ2から3ミリメートル。額は、長さ2ミリメートル。額列片は三角形で、長さ1ミリメートルで、細かな円毛がある。果間は、 紅白色で筒状になった金型で長さ5ミリメートル。果敢の裂片は短くて長さが花筒の長さの1、3以下卵形でその先端は鈍くとがるか丸い。果実は液化で球形、乳白色に熟し、計約5ミリメートル。宿在する学片5つあれ、表面に褐色の線状があり、果実の先端には果中が残る。 和名は、伊豆の伊豆山の神社のシ利に多いことから付けられたと言う。日本では、本州の関東南部伊勢、四国、九州と琉球から知られ、国外では、中国大陸、台湾、インドシナに分布がある。ただし、琉球列島には、同族の島伊豆占領エムテネラが普通で、本州は、ほとんど見られない。初島では、その分布は、沖縄島のベノキ山のみとなっている。 森林内の湿った臨床に生え、西南日本ではごく普通種である。本種が属する伊豆占領属には約200種があり、主に旧世界の熱帯から熱帯域に分布する。日本に産するのは本種ともう一種、島伊豆占領エムテネラである。この種は九州南部から琉球列島にあって、国外では中国と台湾に分布する。 本種が象形登場の花冠を持ち、花筒の部分が先端の裂辺よりずっと長いのに対し、この種では、花筒は高象形で本種の半分くらいの長さしかなく、果敢先端の裂辺は頭部と同程度の長さがある。外見的な面では、この種の方が葉質が薄く側脈がよく見え、また葉の縁の挙子がやや荒い、時に干渉用に栽培されるが、 あまり見栄えしないとの声も、中国では葉を森計算と呼び、風による頭痛や、めまい、腰痛などに用い、また根も同様に利用する。以下、主として、佐竹けほか、P157 から158巻の、P469 巻の、P469 巻の、P469 さたけほか、P158 初島、P464、A ます。 P25 さたけほか、P157 さたけほか、P158A マス、P25A マス、P25 ありがとうございます。